ネウス・ラシムイは、ロシア海軍のフリゲート。ネウスト・ラシムイ級フリゲートの一番艦。ネウスト・ラシムイは、ヤンター・リーザ・ボートで建造され、1986年4月、寄港、1988年5月浸水、1993年1月24日に、収益の後に、バルト艦隊第12水上艦師団、第128水上艦旅団に配属された。 ロシア海軍当局は2008年2月初頭からロシア艦艇のソマリア派遣を示唆する発言を繰り返しており2008年6月3日にはロシア艦艇はソマリアへ向かう準備ができていると発表した2008年9月24日、ネウストラシムイは海軍不評特殊部隊を乗せて母港、バルチースクを出港した出航当日行き先は明確にされなかったが 翌9月25日、ソマリア沖、アデン湾へ向かうと正式に発表された。同日には、戦車などの武器を多数積載したウクライナ籍の貨物船、ファイナ号が襲撃されるなど、情勢は悪化しつつある中での派遣表明となった。ネウストラシムイ、e、は、2008年10月28日から、アデン湾で民間船の護衛を開始した。 2008年11月11日には海賊に襲撃された貨物船パワフル号の救援に尽力した。詳細はソマリア沖2008年11月11日の事件を参照。同月11月16日にはサウジアラビア籍の貨物船ラビ号を海賊の襲撃から守った。2009年1月1日、ネウストラシムイ上院は 海賊との戦いで新年を迎えた。同月1月11日に、アデン湾での任務を、太平洋艦隊の大型対戦艦、アドミラルビノグラドフへと引き継ぐまで、ネウストラシムイ、e、は、総計で2700万要石トンの異なる、国々の60隻弱の民間船を護衛した。ネウストラシムイ、e、は、2009年2月8日、母港、バルチースクへ寄港した。ネウストラシムイ、e、が、 アデン湾から帰還する途中、ロシアの非政府系メディアと西側メディアは、同官が重大な危機故障を起こしたため、アデン湾から帰港しているという虚偽のニュースを流した。この報道がロシア海軍総司令部に否定された後、ロシアの非政府系メディアは、ネウストラシムイ上院がアデン湾で解決病にかかったため、アデン湾から帰港しているという虚偽のニュースを流し、 またもロシア海軍総司令部に否定された。ありがとうございます。